太郎さん、アンポンタンさん、キャムキャムさん、レンジュニジュンさん、P21 さん、こんばんは。星投げもありがとうございます。ワンチャンスの西田ひらりです。今日はいつもと時間が違いますが、はい、来てくれてありがとうございます。ミッキーさんもこんばんは。しょうちゃんお久しぶりってありがとうございます。ぜひ今来てくれた皆さんはツイッターでたくさんよろしくお願いします。やみしんごさんもこんばんは。まるきちさん、あけおめってあけおめ。2020年3回目かな、ショールーム3回目の配信ですが、ちょうど帰宅したところで、お疲れ様です。ケタロウさん、ハリマグさんこんばんは。走ってる途中です。走ってるんですか。アンポンターさん、2020年初見ですって。お、本当にありがとうございます。こんばんは。今年の干支はヒラリって聞いてる。今年の干支はネズミちゃんですね。ごめん、嘘でして、やっぱり嘘かなって思った。ケンザブロさんこんばんは。梅田でデスノートのデカ宣伝見ました。お、ありがとうございます。ねえ、大阪でもあるんだね、嬉しい。カトちゃんこんばんは。今日もね、学校行ったんですけど、先生にデスノート見たよって言われて嬉しかった。結構本当にいろんなとこにあるみたいですね。テレビでもね、いっぱい宣伝してもらったりしてて。シューマハさんこんばんは。ケームさんもこんばんは。キサラギさん、タカさんこんばんは。今日は朝学校に行って始業式をしてきました。もう3年生はね、学校に行く日数が本当に少ないんですけど、長野ローカルのテレビでもデスノートの CM やってるよって。本当に、私ね、まだ CM 見れてないんですよ。電車のねやつもね見れてない。タイミングが悪いのかな。なんか最初思ってたよりももっとすごい舞台に出るよなって感じで。ひらりちゃんはさらちゃんのこと考え、ひらりちゃんはさらちゃんのこと考えてずらしたんだね、さすがです。さらさんが今日からかな、ショールームイベントに参加しております。チーズハットクのお店のイメージキャラクター。はい、今どうなんだろう、接戦なのかな。さっき見たら2位になってたかな。この後20時から配信するって書いてあったから、ぜひ応援に行きましょう。うん、デスノートメルカリに出てたら買うって。それが絶対本物じゃないって思って買わないと思う。疑っちゃうもん。1月4日にブラックピンクのライブ行ったって言ったよね。今ものすごいロスですって。いいなー、ブラックピンクのライブは一回行ってみたいんですよね。
ハリモグさん、だるま、そして明けおめ、ありがとうございます。昨日までテスト三昧でした。タッカーさんお疲れ様です。ブラックピンクは誰が好き？私はリサちゃんが好きです。もしやすっぴんですかって、みゆみゆさん、ちょっとだけメイクしてます。ちょっとだけ、なんか通知来たでって大丈夫。ピング号さんこんばんは。リサの女子人気えぐいよなって。リサちゃん本当に可愛いから。村上さん50ありがとうございます。デスノート使った人は天国でもなく地獄でもなく全くの無に行くんやでって。そうですね、ぜひミュージカルでその世界を体感してもらいたいです。待ってます。ウィングゴーさん、こたつみかんありがとうございます。ジェニーも可愛いけどリサよね。ジェニーちゃんも可愛いよね。セクシー。ヒラリさんに改名したら女子人気出るかもしれん出るかな。月末の木曜金曜日行きますって。嬉しい、待ってます。今日もね稽古してきました。もう昨日と今日で衣装付きでもう全部通してやってます。すごい、お客さんの反応が楽しみですね。今日もスッキリに死神役のヘナさんが出てましたね。私学校で見れなかったんですけど録画してたのでさっき見ました。見た人いますか？ハリモグさん音符ありがとうございます。そういえば今日はねデスノートのパーカー着てるんですよ。デスノート、これね、また写真をね載せようと思うんですけど、バックプリントがめちゃくちゃ可愛くて、こんな感じなんか後ろにリュックが書いてあって、あと名前も書いてあります。アラノンさん、だるま、ありがとうございます。そう、めちゃくちゃ可愛くて、T シャツをね持ってます。こんばんは、お肉にょうさん、今年初めてって、ありがとうございます。めっちゃ欲しいってね、これ売ったらいいのにね。ヒラリ・ニシダーンにしようか、名前で人気出るかな。ワンちゃんのショートムービー YouTube 版見たでって、お、ありがとうございます。そうなんですよ、私たちがね前 SNS に載せてたショートムービーあるじゃないですか。それがね、AVEX チャンネルの YouTube の方にも公開されています。はい、メンバー一人ずつどん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 アップされていくので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。そしてコメントと高評価もお待ちしてます。たゆちゃんの推しタオル販売してください推しタオル振ってくれますか？
そろそろ左右モードになってきたって。そうですね、なんかもう毎日毎日頭がデスノートのこととかさゆちゃんのことばっかり考えてどん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 近づいていってるんじゃないかなと思います。役にね、楽しみにしててもうスマホ立てをねこう使ってるんですけど、実は壊れてしまってなんかこう3本こうやって柱みたいなのがこう立ってて、それで、ね、支えてるんですけど、1本が折れちゃって今2本で支えてるんですよ、こうやって。だからねちょっとすごい安定しないかも。みかんさん、ハートありがとうございます。3脚は2脚に、そうなんです今度映画版のデスノートアマプラであれば見直してみるよって。ぜひぜひ。私もね、舞台稽古始まる前に映画のねやつももう一回見直して DVD を買いました。二脚で立つの、そう、二脚プラスなんかこのスタンドライトをね支えて立たせてます。そう、これね100均なんですよ実は。でも何年ぐらい、2、3年ぐらい持ってるからめちゃくちゃいいなと思って、また100均で買い直そうと思ってますすごいね便利ですよね100均も。やっぱデスノートを全部見てさゆの役作ったのって、そうですね参考にしました。映画版では満島ひかりさんがさゆ役を演じてました。リカードさんこんばんは。今回のデスノートザミュージカルはね、もちろん映画とか漫画ね読んだ方も楽しめるし、デスノートの内容知らない人でも楽しめるから、本当にみんなに来てほしいと思います。500人ありがとうございます。メンバー元気、配信で来てない子はわからへんからさって。そっか、私もねまだ新年明けてまだ誰にもメンバーに会えてないです。早く会いたいです。ガチさんこんばんは。いつも毎週水曜日と日曜日にショールーム配信してるんですけど、この前インスタライブ新年にやって、すごいねインスタライブの方が画質が良くて見やすいっていう声も多かったから、ショールームだけじゃなくてまたインスタライブも月1とかでねできたらいいなって考えてます。縦画面だしね。今週の土曜日のワンチャンネルでメンバーに会う感じって。そうですね、ワンチャンネル9日かな？ん？違う、9日は明日だ土曜日何日だ？11日か。ファンチャンネル11日もね楽しみにしていてください。 STU48 太田さんこんばんは。
インスタライブも少し見たで、どれがアンポンタンかわからんやろうけど、そうだね、確かに名前はなんだろう、みんなのアカウント名っていうのかな、それで出ちゃうから。でもね、分かる人は分かりますよ、ちゃんと。リカードさん、花束ありがとうございます。デスノートミュージカルに幸運をって、ありがとうございます。3連休のご予定は？3連休？え、いつから3連休なの？明日？ん？3連休なんてあったっけ。あ、11、12、13って3連休なんだ。私は毎日稽古ですね。なんか毎日稽古してると曜日感覚もよく分かんなくなっちゃうだから今日もね、稽古終わってはって思いついて配信やること、危なかったよね、ちょっとアイリ成人か、そうですね、アイリちゃん来年成人式、私は2年後ですね。あ、13日が成人の日なんだ。ここで成人式をやるんですね。スパムおにぎりだけ、あれ美味しそうだったね。そうなんですよ、美味しかった、すごく。アンポンタンさん、高校の時は土日も部活やし、平日も部活やから授業も寝てて曜日とかわからんかったそうなんですか、大変ですね、確かにね。中学の時も毎日部活してたから、ね、周りに今年成人の人おったっけなって、誰だろうね、私もね、いないこの周りに。私の1個上ってこと、うん、2個上ってことか。毎日部活やん、そしたら曜日考えてる暇ないって。そうだよね私もさ、部活陸上部やってて、なんか走ってる時って何考えてればいいか全然わかんなくてもちろん走りに集中しなきゃいけないんだけど、なんかすごい毎日長い距離走りすぎてて、なんだろうな、だから毎日この後練習終わったら何食べようかなっていうことばっかり考えてた、走りながらそう、それがね、もうそれしか考えることがなかったから今ちんさん、ファイト、ありがとうございます。ひーちゃんは私服であんまりスニーカー履かないって。スニーカーめちゃくちゃ履きますよ。そう、スニーカー大好きで、私もうね、いっぱい買っちゃうんだけどそう、集めるの好き、スニーカーを見るのも好き、どうやってどのタイミングでこの選手を抜かすとかじゃないあ、でも試合の時とかは本当に真剣だった、そのことしか考えてなかったけど、例えば朝6キロランニングとかだったら、あれじゃないですか、なんかもう抜かすとかはあんまり考えてなかったな右肘痛いです直してくださいって、痛いの痛いの飛んでけー、よし治ったふふ寒いですね、本当に。なんか周りでも結構体調不良の人めちゃくちゃ多くて、毎日帰ったら手洗いしてうがいして、毎日マスクつけてます。
インフルエンザーになりませんようにってねえ、私も気をつける。注射をねしたんですけど、本当にねいつかかるかわかんないからね。6キロ今でも走れるってどうかな。多分走れる最近ランニングをね始めてまだ2日しか知ってないんですけどそう、まあだいたい40分ぐらい走って運動してるんですけど、もうそれだけでも走るの久しぶりすぎて、もう体全身筋肉痛みたいなねえ、結構バキバキになりました体が。インフルエンサーにはなってんやでそうですね、インフルにはインフルエンザにはなっちゃダメだけどね、インフルエンサーになれるように頑張ります。足のサイズいくつって、足は 22.5 か23かな。ゴキブリさんこんばんは。すごいこのアバターなんか可愛いね、ゴキブリさんのアバター6キロ昔なら30分で走れたな。ねえ、私もそれぐらいで走れてたと思う。1キロだいたい5分とか4分30ぐらいでランニングしてて、今はちょっときついかな箱根駅伝見た。箱根駅伝ね、ちょっと見ました。全部はね見れてなかったけど、実際にね何年前かな、5年前とかくらいね実際に見に行ったことあります。ありがとう、ひらりちゃんも同じくらい可愛いよありがとう、ボキブリーさん。運動会でひらりちゃん走るの得意って言ってましたよね。そう、走るのはねすごい好きなんだけど、短距離はね苦手ですね今年も北海道のお姉さんが駅伝実況してたなって、え、私も見ましたゆうきさんが駅伝の実況してた。あと5分だ。 あっという間だ。もうねお仕事とか学校皆さん始まってると思いますが、頑張りましょう。今日ね学校っていう人多いんじゃないかな。ああ舞台まであと2週間も切って、あと何日、1週間と1、2、3、4日、あと10日ぐらいかなってことかな。やばい、あっという間すぎて。このお知らせをしたのが4月の下旬とかだったから、なんかまだ先のことのように感じてたけど、本当にあっという間ですね。あと3ヶ月後には JK 終わりよって、そう悲しい。学校に行く回数も本当に少ないし、制服着れなくなっちゃうのが何より悲しいコスプレになっちゃうの辛いね。次はひらりちゃんのライブに行くねって待ってます。卒業式で友達に久しぶりに会うやつねって、そう寂しいですね。もうそんな年ですか。そうなんですよ、今18歳で半年後には19歳になってしまいます早いですね。
18歳の時免許取ったらあかんけど学校ないから家でぐうたらしてるなら免許取ってこいって親に言われた。そっか、免許もね取れるもんね今の年なら。ということで、あと3ヶ月間 JK を楽しみたいと思います。はい、では最後にお知らせをしたいと思います。メンバーのサラさんがね今日からショールームイベントに参加しています。チーズハットクのお店のイメージモデルということで、はい、今日から頑張っていますので皆さん一緒に応援しましょう。この後8時からやるって言ってたので皆さん協力よろしくお願いします。はい、そしてですね1月の19日にですねサラさんとアンナちゃんのバースデーパーティーを開催いたします。イエーイ。はい、この19日はですね私は舞台稽古のため出演できないんですがメンバー8人でお届けしますのでぜひ皆さん楽しんでください。チケットも絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。そして昨日かなメンバー全員のバースデーパーティーの日程がね公開されました。私は6月の27日土曜日です。場所は全員秋葉カルチャーズ劇場になります。はい、結構ね秋葉カルチャーズ何300とか入るからもうね毎回毎回満員にしたいです。はい、皆さんよろしくお願いします。そしてあと10日後くらいに迫ってきましたデスノートザミュージカルに矢上最悪として出演させていただきます。東京の初日が1月の20日です。はい、もうねチケットゲットしたよっていう方はいぜひお待ちしてます。まだ行くの迷ってるよっていう方も絶対に内容を知らない人でも楽しめる舞台になっているのでぜひ皆さんお待ちしてます。ということでランキングお名前読んでいきたいと思います。13位新吉さん、12位小宮さん、11位イユリスさん、10位オレさん、9位ウイング号さん、8位キャムキャムさん、7位シマチンさん、6位ハリモグさん、5位カラポネヤミさん、4位オガッチさん、3位シューマッハさん、2位アイヤさん、1位コスモスカイさんです。ありがとう、700人ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。次は12日かな、はい、12日の日曜日夜に配信する予定ですので待っていてください。では皆さん体調には気をつけてバイバイ、おやすみなさーい。